人事部長ユーチューバーの長谷ミスルです今回はですね日興証券さんのホームページもしくは youtube 上に上がっている教えて一郎先生というコーナーがありましてですねそれについてちょっとお話をしたいと思いますこの一郎先生というのはもう皆さんご存知のあの元野球選手の一郎さんですね一郎さんが 子供とあと大人向けにですね、えー、授業を行ったとまあ質問に答えていくという形なんですけどもまあそれが YouTube 上とまああの日光証券さんのホームページにありますのでまあ見ていただければと思いますがまあ非常に良かったという感想なんですよで何が良かったかというとやっぱりその 教育っていう部分っていう根幹をですね一郎さんが教えててくくれたなっていうのをすすごく感じます、まあ、質問はですね、まあ、子どもと大人といろいろと多岐にわたる質問があね、えー、来てるわけなんですけども、まあ、もちろんその学校教育の中でですね教えるようなことばかりではなくてですね私はもうイチローさんの答えている内容とかをで感じたのは。 生き方を教えてるなっていうのをすすごく感じたんですよ生き方を教えてるなってやっぱりそれだけ、まあ、トッププレ野球のまあトッププレーヤーとしてですね、まあ、世界のイチローさんですよ世界のイチローさんですのでやっぱりね小さい頃からずっと野球やりながら、まあ、頂点にねアメリカで頂点に立ちながらですね、まあ、野球やってこられた。 方なので、やっぱそれだけの生き方をされてきたなっていうのはすごく感じます。だから、もう根本はこの教育っていうのは。その、もちろん知識も教えていく必要はありますよ。私、まあ、今、子供が小学生にいき始めているので。毎回毎回ですね。毎日毎日、その宿題の確認とかしたりとかして、まあ、国語とか算数とかですね。まあ、私が教えることはないんですけども、確認、課題の確認とか。 国語の音読とか、まあ、そういうのに付きあったりするんですがもちろんそういうことを基礎学力とか基礎知識っていうのは学んでいく必要があります学校の中では。で一方でやはり教育っていう根底の中には生き方これがすごく大事だなというふうに思いました。で特に私がその感銘を受けたのはその大人の方のですね質問の中でえっ、ー、とですね ちょっっと待ってくださいね質問がですねどれだっけなあそう「他人から嫌われるのは怖くないですか?」っていう質問が、ま、男性の方からあったんですけども一郎さんが答え,の答えたのはですね「もう嫌われることはもう大好きだ」と「でもゾ,クゾクする」っていうふうに、えー、言われました。で まあその無関心っていうことに対してはすごくこうい、まあ、嫌な気持ちになるっていうことを言われてるんですけども嫌われるってことは相当相手方がエネルギーを使ってまあバッシングしたりとか嫌ってくるわけなのでそういうことに対してはすごくこう続々するという話でした。でこういうういいのののっっていうのはやっぱりその 野球のトッププレイヤーとして生きてきて、まあ、何度となくイチローさんも言ってましたけどもやっぱりこう周りから嫌われるとかそういうことをですねあ、えー、ったというようなこともあったりとかしてだからやっぱりその中でですね、まあ、ある意味孤立するとこ時もあったりとかしてでそれをどうやって乗り越えていったのかっていう話なわけですよ。 そういうよういよなですねやっぱりこう第一線でまあ活躍された方でそれは輝かしい部分も当然あるのかもしれませんがそうではないなかなかこうね表に出てこないような話を今回あのされたなというのはすごく感じておりましてやっぱそのこう暗い過去というかですねこう自分の中に本来はしまっておきたい部分なんかも出していただいているわけなんですけどもやっぱこういうのって生き方 ですよだから生き方からまあ、教育ってのは始まるんじゃないかなって私はすごく感じます。やっぱりその私もま半、あ、生振り返ってみるとですね親というね、えーまあ、両親から生まれてきた人間として親とか、まあ、じいちゃんばあちゃんとか、まあ、周りのね近所の人とか、まあ、いろんな方に出会いそして学校に行き始めたら、まあ 先生がいたり友達がいたりとか、まあ、先輩がいたりとかまたは学年が上がれば後輩ができたりとかって、まあ、いろんな形でいろんな人に、まあ、影響を受けてですね生き方っていうのが、まあ、だんだん自分の生き方が確立されてきてるわけじゃないですか。だかこういうことっていうのをやはり自分の子供もそうですし教育の中でですねしっかりと伝えていくことこれがすごく大事だなっていうのを今回の 教えて一郎先生からでですね感じたことです、まあぜひ日光証券さんのですね、まあ、ホームページもしくは、えー、YouTube ですねあの見ていただければ、えー、大体まあ一つの質問にあの一回答みたいな、まあ、そういうふうにもうこま切れでですね YouTube アップされていますので、まあ、ぜひ見ていただければなというふうに思います。ということで今回は以上になります。 ぜひ高評価およびチャンネル登録および何かまあ質問とかがあればですねぜひコメント欄にコメントをしてみてください。えー、以上です。